落ちスマホをメイン機にするなら、搭載 CPU はスナップドラゴン8プラスジェン1がおすすめ。搭載モデルって何があるんだろう。電子レンジマンの動画、革版が積んだもんなのだ。四国メタンですが、シャニマスのアニメを全話見終わったんだけど、とにかく全てが淡々としているのが印象的だったのだ。ドキュメンタリー的な作品にしたかった雰囲気だったけど、結局ベタな内容の4話が一番面白かった印象で、今回はスマホの紹介的な動画なわけね。まあスマホって毎年出ているわけだけど、特にハイエンドモデルは値上がりがきついよね。かつては高くても12万円くらいだったのが、今はもう20万円超えたりするわよね。正直最新のハイエンドスマホを一般の人が買うのはほぼ不可能なんじゃないかしら。例えばこれは au 公式サイトに記載されている Galaxy S24 Ultra の MNP 価格だけど、2年レンタルですら実質10万3800円とえげつないことになってるのだ。でもできればハイエンドスマホを買ってゲームとかを快適に遊びたい人もいるよね。ということで今回は片落ちだけど結構快適にゲームとかができるおすすめのスマホを紹介していくのだ。なるほど、どんな機種が出てくるのか気になるところではあるわね。それでは始めていくのだ。というわけでまずは選択したい機種を絞っていくわけだけど、実際例えば学マスとかをそれなりに高画質で遊びたいならどのくらいの世代からが良さそうかしら。最近いろいろな機種を使ってきた限りではおそらくスナップドラゴン8プラスジェン1以降だと思うのだ。8プラスジェン1って2022年のスマホに使われてるやつよね。ところでこれってただのスナップドラゴン8ジェン1と何か違うの？同じなら無印8ジェン1で良い気がするんだけども。これが実は意外と違うんだよね。そうなのか。例えば無印8ジェン1搭載の Galaxy S22 と8プラスジェン1搭載の Xiaomi 12T Pro を比べると結構数値に差が出てるのだ。アプリのバージョンに差があるかつ S22 はやや数値低めな機種なことを踏まえても割と差がある。実はスナップドラゴン8ジェン2搭載のスマホとそこまで大きな差がないのよね。またスナップドラゴン8プラスジェン1ではそれまでに不評だった発熱が厳しい問題も改善されてるのだ。バッテリー持ちも改善されてるみたいなんだよね。僕自身は並べて比較したことないからあれだけども。なるほど、確かにそれなら目安としてスナップドラゴン8プラスジェン1はありかも。もちろん安く買えるのであればそれ以降のハイエンド CPU もありだけどね。なおディメンシティとカテンサーといったスナップドラゴン以外の CPU はゲームをするならおすすめしないのだ。 Android の国内向けゲームアプリってだいたいスナップドラゴンの CPU 以外だと動作安定しないのよね。また実はスナップドラゴンのハイエンド CPU 搭載でも機種によっては特定のゲームと相性悪い点にも注意。例えばドルフィンウェーブは僕が遊んだ限りでは Xiaomi 端末や Xperia 1 Mark 5あたりでの挙動がかなり悪かったのだ。遊びたいゲームが欲しいスマホで動くかどうかは SNS などで下調べをした方が良さそうね。そういえば iPhone の場合どのくらいの世代からが良さそうかしら。ここ数年の片落ちモデルを14しか持ってないので何とも言えないんだけど、とりあえず14無印であれば普通に最新ゲームも動いてはいたのだ。学マスの場合最高画質 60fps でも動きが激しくなる終盤以外はそれなりに動いてたかしら。おそらく13以降くらいなら最新のいろいろなゲームアプリも余裕を持って動作させられるんじゃない。実際に最近の iPhone を使ってる人でこれはきついとかいけるとかあればコメント欄にぜひ情報を書いてほしいのだ。電子レンジマンの動画というわけでここからは2024年夏時点でのおすすめハイエンドスマホをまとめていくのだ。投稿者が使ったことのある機種については使用感についても触れつつ解説していきましょうか。というわけでまず検討してみたいのが先日レビューした Xiaomi 12T Pro なのだ。こいつはスナップドラゴン8プラスジェン1搭載スマホの中でも特に中古相場が安いんだっけか。 IIJ ミオへの MNP では新品が一括6万9800円だし、ジャンパラでは A ランクで 5.5 万円程度といったところ、フリマアプリだと 4.5 万円くらいとかで買えるのだ。なるほど、確かに安いわな。防水性能はそこまで高くないんだけど、お財布携帯にはしっかり対応しているのだ。カメラもギャラクシーとかピクセルとかほどではないもののそれなりに綺麗に撮影はできる感じだね。ハイエンドスマホとしてはもう一声な印象だけど、4から5万円台で買う分には十分な綺麗さかしらね。注意点としては SIM フリー版は 128GB のみなのだ。マイクロ SD カードは使用不可能なんだよね。ソフトバンク版は 256GB だけど一部機能が割愛されてたりする点には注意かしら。逆にアップデート配布はソフトバンク版のが早かったりしてるみたいなので、 SIM フリー版のみ対応の機能に興味なければソフトバンク版がおすすめかな。そして続いての選択肢としてはこれなんかどうかね、 Zenfone 9。 そういえばこれに搭載されてるのってスナップドラゴン8プラスジェン1なんだっけか。懸念点としてはこの背面がザラザラした特殊な加工なんだけど、中古端末は状態大丈夫なんだろうかね。
発売から半年も経ってない段階で買った中古品がすでにちょっとあと残っちゃってたわよね。いろいろバリエーションがあるんだけど、発売当時の時点であんまり市場に在庫なかったわね。今から中古で買うならほぼほぼメモリ 8GB とストレージ 128GB のモデルになりそうなのだ。 5.9 インチ画面の小型スマホなので小ささ重視の人には満足度高いかと。またダブルレンズ搭載で望遠なし、写真は普通くらいの綺麗さだった印象だね。また中古の在庫は非常に少なくて、チャンパラに最小容量モデルを中心にいくつかあった程度だったのだ。ヨシスには一切在庫なかったわね。より新しい世代が良ければスナップドラゴン8 Gen 2搭載の全本10もありだけど、ちょっと高めになるかな。コンパクト路線は10で終わったみたいなので、小ささ重視な合間でも9や10はおすすめになるわ。お財布携帯や防水にしっかり対応してるのも魅力。あとは何かあるかしら。実はスナップドラゴン8プラス Gen 1搭載のスマホってかなり少なくて、特にお財布携帯対応で普通の形状のやつはここまで紹介した機種くらいなんだよね。マジか。この CPU 搭載された機種って主に秋以降発売だったんだけど、秋に新製品出すメーカー自体があんまりないのだ。一応紹介すると、ギャラクシーの折りたたみのやつらの方は8プラス Gen 1搭載だね。どっちも人を選ぶ機種だわね。個人的にフォールドはありだと思うけど、フリップは今持ってるけど使いづらいからおすすめしないのだ。フリップ4はストレージが 128GB しかないのが難儀だし、形状的にゲームとかもやりづらいからね。また ROG フォンの6世代目も8プラス Gen 1なんだけど、これもそもそもゲーミングスマホを選ぶなら最新のやつにした方が良い気が。そこまでこだわるならもう少し予算足して8なり7を選んだ方が良さそう。モトローラの折りたたみのやつもだったと思うけど、それも縦折りな時点で微妙かと。パトナッシングフォン2ね。こいつはお財布携帯なしで防水も IP54 だから、あえて今から選ぶ必要性薄い気がするわ。というわけで、事実上シャオミ 12T プロか全フォン9あたりが無難な選択肢になりそうなのだ。全フォン9は割と中古相場も安くないし、おおむねシャオミ 12T プロ一択になる気はする。もっと新しいスナップドラゴン8 Gen 2とか Gen 3だとどうかしら。安く買える機種ってないの。2023年以降のスマホはあんまり中古市場にないし、価格相場もまだまだハイエンドは高いんだよね。チャンパラを覗いてみても、 Xperia 1 Mark 5 とかまだまだ10万オーバーなのだ。ギャラクシーS23 の無印モデルも傷ありでも10万オーバーか。なんなら春頃よりも中古相場上がった気がするのだ。これだけ高いなら普通に少し予算足して2024年最新の機種を買った方が良い気がするよ。あるいは新品で7万円切ってるポコ F6 Pro を買うのもおすすめ。お財布携帯と防水はないけども。こいつはスナップドラゴン8 Gen 2搭載なのよね。概要欄に商品リンク貼っておくのだ。レビュー動画も前作ったから見てみてくれ。というわけで今回はこんなところかな。ちなみにゲームをそんなにしないなら、もっと古い機種とかでもいいかしら。ゲームをしないのであれば、ぶっちゃけ2018年以降のハイエンドなら全然余裕だとは思うのだ。ただしアップデート終了済みでセキュリティ的に微妙とかあるので、できればメインスマホとして使うならある程度新しい機種が無難かな。2021年以降とかの。このチャンネルではガジェットのレビューをいろいろやってるので、チャンネル登録とか評価とかよろしくなのだ。レビューしてほしいガジェットの案やコメントもお気軽にどうぞ。紹介した商品のリンクは基本的に概要欄にあります。ブログやノート、SNS もあるので、興味あれば概要欄からチェックしてくれ。ギャラクシー Z フリップ4のレビューは改めて近々やろうと思ってたりするのだ。交互期待。